はい、こんにちは、圭介です。谷村です。では今日もですね、動画をお送りしていこうと思うんですけれども、最近はですね、eBay トップセラーへの道っていうシリーズを作っていて、初心者の方が順を追って eBay を進められる流れで動画を出していっていたんですけれども、ちょっとそちらは一旦停止してですね、まあコロナの関係で eBay を進める上でも結構な影響が出てきてますので、そちらの方でですね、情報共有できそうなものがあったらこれから随時お送りしていきます。今日はですね、知っている方も多いと思いますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、日本郵便からですね、4月2日から国際郵便の一時引き受けを停止しますという発表がありました。ちなみにこちらの一時停止は期間に関しては未定になっていますので、早く一時停止が解除されてほしいんですけども、これはあくまで、コロナウイルス感染症の状況次第になりますので、しばらく続くと思って対応していった方がいいと思いますね。それではまずは今回日本郵便から発表された内容の詳細を説明していきますね。で、今回発表されたのが、こちらの新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延による国際郵便物の一時引き受け停止国地域ということで、こちらを順を追って説明していきたいと思うんですけども、まずはこちらの1番目ですね。EMS 及び航空扱いの引き受けを一時停止する国、地域ということで、こちらはですね、126カ国、地域が対象になりました。で、この中にはですね、イタリア、スペインのような、あなたもよく発送するようなメジャーな国も含まれています。で、これは航空便での発送は、すべて送れない国です。つまり船便であれば発送可能ですが、船便は国によっては届くまでに1ヶ月以上かかったりしますので、現実的な発送方法ではないと思いますね。で、次にこちらの2番目のすべての郵便物の引き受けを一時停止する国、地域ということで、こちらは27カ国の地域が対象になりました。で、この27カ国はどんな発送方法でも送れない国になります。要は航空便、船便であろうが、すべての発送方法を対象に送れない国になりますね。で、この中ではインドネシアであるとか、ニュージーランド、あと南米で言ったらチリとかが、よく発送している国になってきますね。で、次にですね、この3番目なんですけれども、こちらがですね、今回の措置の中で一番影響が大きいです。で、猿扱いの引き受けを一時停止する国、地域が、現在サービスを行っている86カ国地域、これ猿扱いで送れる国、86カ国の地域っていうことなんですけども、このすべてが対象になって、猿便、小型包装物、国際小包の猿便は、すべての国で発送不可になります。で、それから、猿扱いも、発送方法も当然該当しますので、e パケットライトですね。で、e パケットライトっていうのは、猿便扱いになるんですね。なので、e パケットライトも、全世界を対象に発送不可になります。なので、この期間に関しては、猿便、e パケットライト、つまりエコノミーシッピング発送ですね。こちらは e パケットで発送するようにしてください。ただし e パケットは、猿 e パケットライトに比べて送料が割高になりますので、猿 e パケットライト発送ベースで出品している商品の金額は修正する必要があります。で、この場合は価格を上げる必要があるのですが、この設定はまた別の動画でですね、説明します。で、次にこの4番目のすでに一時引き受け停止を行っている国地域っていうのは、以前からもうすでに引き受けを一時停止している中国とモンゴルですね。こちらも引き続き一時引き受け停止になっている国、地域になります。なので、この1番、2番のこの合計153カ国と、あと中国、モンゴルはすでに除外にされている方も多いと思いますが、今回新たに発表されたこの153カ国は発送除外国に設定してください。あとは、じゃあ実際に発送できる主要な国はどこがあるかと言いますと、まずアメリカですね。あとはカナダ、メキシコ、オーストラリア、ヨーロッパで言ったらイギリス、ドイツ、フランスなどはまだ発送可能です。で、アジアでは香港、台湾、シンガポール、韓国などは発送できます。しかしですね、現在発送できる国もコロナウイルス感染症の影響で商品の到着が遅れる可能性が高いので、バイヤーさんにメッセージでですね、コロナウイルスの影響で到着が遅れるという連絡は必ずするようにしてください。また発送できる国の情報は今後も変わっていく可能性が高いので、日本郵便の公式サイトでですね、こうやって国際郵便で検索したら、こういった国際郵便のサイトが出てきますので、こちらの方でですね、この運行状況というところから、常に今の発送状況ですね、引き受け状況を確認するようにしておいてください。でですね、今回の国際郵便物の一時引き受け停止の発表で、この動画を見ているあなたはですね、今後、eBay どうなっていくんだろうと、かなり不安に思っているかもしれないんですが、現状はですね、アメリカはもちろん、オーストラリアであったり、イギリスやフランス、あとアジアの主要国なども発送できますので、心配しすぎなくても大丈夫かなと思いますね。で、僕としては、今回の発表で影響があるかなと思うのは、スペインと、イタリアだけかなと思ってますし、実際に僕もすでに発送除外国の設定はしていて、そのあたり、若干は売り上げは下がっていますけど、商品はしっかり売れていってますので、そこまで不安に思われなくても大丈夫かなと思います。なので、今回のことは、eBay をしている人は全員同じ条件だし、
こういう時こそしっかり足元を見てですね、目の前のやるべきこと、例えば出品であったり、価格修正であったり、顧客対応をコツコツやっていくことが大事だと思うんですよね。で、そうやってコツコツ頑張ったセラーは、このコロナの件が落ち着いて、また通常の状態に戻った時は、一気に突き抜けていく可能性もありますので、こういう時こそしっかりとやるべき日々の作業を丁寧にやっていきましょう。はい。では、先ほど谷村さんから、今回のコロナで郵送事情がね、変わったというところに関しての説明があったかと思うんですけれども、じゃあ実際にそれに対する対策、送料設定の変更方法を説明していきます。まず、マイベイのサマリに入っていただいて、アカウントですね。で、ビジネスポリシーから設定していくんですけれども、今、このコロナ対策での送料設定のやり方で、いろんな手法が錯綜しているというか、ネット上でもですね、何パターンか送料設定の違い、があると思うんですよ。その一つとして、この右上のサイトプレフェレンスから設定するやり方っていう情報があるんですけれども、サイトプレフェレンスの、シッピングプレフェレンスですね。この中のエクスクルードシッピングロケーション、というところから発送除外国を一括で設定すれば、すべてのシッピングポリシーに反映されるという情報があるんですが、これはですね、ビジネスポリシーを利用している方、要はいくつかシッピングポリシーを作成している人ですね、そういう方がほとんどだと思うんですけれども、そういう方に関しては、このシッピングプレフェレンスから設定すると、既存で作成しているシッピングポリシーの発送除外国には反映されないんですね。だから、要は一括で反映されないということです。ほとんどがもう、僕自身もですけども、ビジネスポリシーを利用してますので、なので、このサイトプレフェレンスの画面からではなく、このビジネスポリシーですね、こちらから設定してください。で、今言ったのは実際に eBay Japan にも確認したことなんですけれども、この部分ですね、ビジネスポリシーを利用いただいているユーザー様におきましては、ビジネスポリシーの内容が優先されると運びとなりますため、シッピングプレフェレンスを編集しても適用されない仕様となってますと。で、設定方法なんですけれども、今映しているようにですね、あなたもおそらく、送料は地域重量で変わってくるので、このように 500g 刻みだったり、1kg 刻みで設定しているかと思います。なので、この設定をですね、シッピングポリシーを一つ一つコピーして、発送除外国を変更していってください。じゃあ実際のやり方なんですけれども、ちなみにこの右に出てる数字は、このシッピングポリシーを利用している商品が何件あるかと。何商品あるかという、その数字ですね。ちょっと、商品数が少ないものを選びますね。じゃあ、この EMS7 キロの、こちらの設定を参考に説明していきますね。まずこの、シッピングポリシーのネームですね。タイトルをコピーしてください。で、左のメニューのエディットからコピーポリシーで、次の画面のポリシーネームにコピーしたものをペーストして、その後に、分かりやすくコロナとか入れておいてください。で、一番下のクリエイトエクスクルージョンリスト、もしくはすでに発送除外国を設定している場合はエディットエクスクルージョンリストっていう表示ですかね、こちらをクリックしてください。で、まずは、上の方ですよね、 APO だったり、ここら辺チェックを入れてください。で、まずアフリカはですね、完全除外、すべて除外で大丈夫です。なので、ここにチェックを入れていただければ、すべて除外されるという感じですね。チェックが入っている国が発送除外という感じになります。で、続いてアジア。アジアはですね、一旦ここにチェックを入れていただいて、すべてチェック入った状態にしてからですね、発送可能な国のチェックを外していってください。発送可能な国が、香港、韓国、マカオ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、ですね。はい。チェックを外すと、発送除外国から外れるという感じですので、基本的にはこの流れで他の地域も設定していってください。続いてセントラルアメリカ&カリビアン、こちらは全て除外で大丈夫です。全て発送除外。続いてヨーロッパ、こちらは一旦ここにチェックを入れていただいて、発送可能な国をチェック外していくと。発送可能なのはデンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、そしてアイスランド、オランダ、ノルウェー、スロバキア、スロベニア、でスウェーデン、あとはイギリスですね。で、ミドルイースト、ここは全て除外で大丈夫です。で、ノースアメリカはカナダ、メキシコのみ OK なので、カナダとメキシコのチェックを外すと。続いてオセオニア、こちらはオーストラリアとトンガですね、トンガ。この2つのチェックを外す。で、サウスアメリカに関してはですね、ブラジルだったりチリとか、そういった、主要国は、今発送できない状況になってますので、すべて除外国で OK です。で、続いての、サウスイーストアジアっていうところなんですけど、これですね、いじらなくていいですっていうのも、ここに入ってる国は、
アジアの中にすでに入っている国なんですね。なので、例えばこれラオスとかインドネシアにチェック入ってますけれども、こっちにもありますよね。なので、こっちでもすでに除外しているために、まあ、こちらでもすでに除外されている状態になっていると。なので、まあ、ここはいじらなくていいです。で、終わったらアプライですね。で、セーブをクリックですね。そうすると、今設定したものができましたね。7キロ、10日のコロナ。この流れをですね、既存のそれぞれのシッピングポリシーに対して一つ一つ繰り返していってください。で、すべてのコロナ対策のシッピングポリシーを作成できたら、既存のポリシーの左メニューにある、これですね、チェンジポリシー法、ジーズリスティングスですね。今し、行ったのが、手の7キロ、ひらがな手の7キロなので、これですよね。これのエディットからチェンジポリシー4チーズリスティングスをクリック。で、先ほど作成したこれですね。これを選択。で、今これが28件入ってますよね。で、チェンジを押してみてください。そうすると、新しく作成したコロナ用のシッピングポリシーのところに28件入りましたよね。で、もともと既存で作っていた方のものは、まあ、ゼロという形ですね。基本的にはこういった形で既存のポリシーをコピーして、そして除外国を設定して、このエディットのところから新しく作ったポリシーに移行すると。で、またその郵送事情が安定してきましたら、同じ流れでこうエディットから元々のポリシーに移せばいいですから。で、今回はですね、ちょっと一つ説明忘れてましたね。まあ、発送できる国は現状あるんですけれども、配送期間は遅くなっていることは間違いないので、普段 EMS をエクスペディテッド、E パケットとかをスタンダードにしている方は、一つグレードを落とした方がいいと思います。EMS はスタンダード、E パケットはエコノミーという形で。で、今回はそのエコノミーは E パケットで発送するっていう体で話したんですけれども、承継メンバーの方やサロンメンバーの方の中では、日本郵便に持ち込んだところを E パケットライトではなくて、E パケットでも受け付けてもらえなかったっていう人もいるんですね。やはりその日本郵便も情報がなかなか行き届いていない状態だと思うんで、その窓口の方とかがね、まあ、ちゃんと把握してなかったのかなとは思うんですけれども、そういった時はですね、まあ、ちょっとごねるというか、まあ、なんなら日本郵便のホームページとかプリントアウトしたものを持って行って、他の局では受け付けてもらえていると、そういったことも伝えてですね、交渉していいかと思います。まあ、この辺りもまた進捗があったら共有していきますね。で、まあ、プライベートの面でも、eBay 輸出、仕事の面でもね、大変な時期ではありますけれども、しっかり対策を行って、やれることを淡々と行っていきましょう。まあ、僕の話になりますけど、だいぶ前ですね、僕が輸入をだけをやっていた時、大震災が起こった時ですね、もちろんかなり打撃を受けました。その時のレートが、80円ぐらい、下手したら70円台だったんですね。それが一気にボンと100円以上まで上がって、仕入れる金額がボンと一気に上がってね、うわ、どうなんだろう、どうなるんだろうとか、まあ、テレビとか見ててもね、ああいう光景見てて、マジでもう日本はあるんじゃないかなとか思ってましたけれども、まあ、乗り切れました。まあ、日本も、まあ、輸入をやってる人たちもね、乗り切れましたし、まあ、今までもね、多くの、まあ、こういうウイルス、疫病と、地球、というか、まあ、世界はね、戦ってきて、というか、まあ、現在進行形でコロナに限らず、まあ、多くのね、疫病と、戦い続けてますので、必ず乗り切れます。大丈夫です。まあ、とにかくね、手が止まってしまうというのは、本当にもったいないのでね、もったいないというか、それだともう落ちる一方なので、淡々と、やれることをやって、頑張っていきましょう。で、まあ、今後もですね、まあ、今回の発送設定の方法に限らず、一気にね、ちょっと状況が変わってしまった、形なので、この状況に何か、有益な情報をね、どんどん出していければなと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。では、今回の動画は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。